景色。都会の喧騒を離れ優雅に別荘ライフ。そんな憧れの別荘をお得に利用できるサービスが今注目されています。265万円でお受けしてますんで、複数のオーナーで所有するタイムシェア別荘。さらに安いと思います。月額 5.5 万円で7泊まで、はい、驚きの別荘サービスまで。夢のまた夢じゃない別荘ライフ、その最前線をトラリポ。これ結構真剣に考えちゃいますね。ありがとうございます。軽井沢にやってきました。結構ね別荘が並んでいるんですけれども、コロナ禍以降リモートワークの普及など人々の生活スタイルが変化。東京から通える人気の別荘地では、軽井沢で別荘を購入される方が増えてるんですか？増えてますね、はい。しかしその人気とともに地価も高騰。軽井沢の地価はコロナ禍前の2019年に比べおよそ 1.4 倍の価格に。さらに資材高騰ですとか人件費高騰で新築される場合は1億から、まあ、もう上はキリがないですよね。そこで今注目されているのがタイムシェア別荘です。一体どんな別荘なのか。失礼いたします。おー、こちらは2階建ての一軒家。窓がすごく広くて、ね、天井高く。1階のリビングは吹き抜けで開放感抜群。暖炉もありますね、こちら。へー、素敵。こんな物件が利用できるタイムシェア別荘。一つの住宅を複数のオーナーで所有し、決められた日数を利用できます。どんなところがお得なのか。こちらの会社で軽井沢の別の物件を購入したご家族に話を聞くと、やはりあの一棟を買いますと、はい、とてもあの金額が大きくなりますので、自分が使用する分だけの金額、その分だけの管理費維持費を負担するだけですので、とてもお手頃だったかと思います。タイムシェア別荘はオーナーの人数で割る分費用を抑えることができるんです。ではトラウデンが訪れたこの別荘いくらなんでしょう。こちらは家具や電子レンジなども完備。あのいろいろもう揃えてあります、ね、食材だけ持ち込んでいただければ。2階に上がると、ベッドルームですね。2つベッドがあって、はい、これ約9畳ぐらい、うんうん、この別荘にはベッドルームが全部で3つあります。一応前4人家族の設定ですけども、お布団引いていただいて、うん、最大で6人から8人ぐらいは、ね、お泊まりいただけますね、はい。その気になるお値段は、こちらおいくらくらいになるんですか？1つは265万円、はい、でお受けしてますので、まあ車1台分ぐらい新車 ね、と思っていただければ目安になると思いますので。全部で35口販売しているこの物件は一口265万円、1年に10泊この別荘を使用することができます。その他管理費や清掃費などがかかりますが、265万円というお値段がどれほどお得なのか。例えば4人家族で10年間所有したとして、10年で100泊、1人1泊あたりの費用は、あ、6625円くらいですね。お得な感じはしますね。でしかもこれ物件を所有してるわけですから、はい、売却っていう形になったら、できます。一度購入すれば不動産資産として残るので、売却して利益が出る可能性も。続いてやってきたのは、なんだかとっても高級感のある、なんか海外のセレブが住んでそうな建物が。850坪の広大な敷地に佇む豪邸。こちらも複数のオーナーで所有する別荘です。中もセレブ感満載。うわー、広いですね。こちらは24口のオーナーで所有する別荘。リビングもかなり高級感ありますね。
ちょうど今ご覧いただけましたところに暖炉がございますので、はい、皆様で薪をくべて冬はですね暖かくお過ごしいただくことが可能でございます。雰囲気ありますね、はい、薪をくべていく感じも、はい、うわソファーとかも、はい、こちらはイタリア製の家具でございます。はい、約400万円ほどしております。もうなんかほぼホテルですね。はい、ゆっくりご滞在いただけるような設備が整っております。すごいな。リビングからテラスに出てみると、わーすごい景色、名峰浅間山を望む絶景が広がります。あ、めちゃくちゃいいですね。浅間山を見ながら最高ですね。ジャグジー付きのバスルームからも浅間山の絶景が。さらにこちらワインセラーですか。あ、はい、さようでございます。弊社のソムリエが厳選したセレクトをご用意しております。はい、結構お高いものが。はい、あのこちらがですね今ご用意しておりますのがこちらのオーパスワンという、はい、2018年のもので8万5000円のお値段でございます。高級ワインですね。はい、こういった方もご利用いただくことが非常にあの多いので、こういったセレクトをさせていただいております。そして敷地内にはテントサウナも。結構広いです。すごいロウリュできますよここでサウナまであるなんて最高ですね。さらにはコンシェルジュのサービスも行っていて、ケータリングの手配やレストランの予約などもしてくれるそうです。至れり尽くせりのこちらの別荘、気になるそのお値段は。こちらおいくらくらいですか。はい、こちらですね一口、保証金を含めまして約3400万円でございます。はい、3400万ぐらいか。保証金を含めると一口およそ3400万円。これで年間14泊できます。3000万円を超えるお値段ですが、なんとすでに完売しているということです。ちなみにどんな方がこうご購入されてるんですか。はい、主にやはりあの法人様としてご購入をいただきまして、そちらの中で従業員の方やまたはご本人様、福利厚生的にご利用いただいているような傾向が強いございますね。続いては木造のキャビンが並ぶこちら。実はここサブスクで利用できる別荘なんです。こちらですね。かわいい。中に入ってみると、わあ、すごい。木の香りが漂う温かみのある室内。なんかこう洞窟みたいな秘密基地みたいな感じになってるから、なんかちょっと落ち着きますね。いいなあ。ここのデスクでちょっとねリモートワークとかもできそうですよね。結構広々してるので全然余裕でお仕事とかもできそう。こちらのサブスク、現在東京近郊に15の拠点があり、どこに泊まっても OK。 そのお値段は、月額 5.5 万円で泊まっていただけます。はい、うん、何泊ぐらいできるんですか。月7泊まで。おー、はい。こちらは不動産資産にはなりませんが、月額5万5000円で月に7泊利用可能。こんにちは。こんにちは。去年の10月から利用しているというこちらの家族は、本当ホテルと別荘のいいとこを融合したっていうか、ホテルよりもより自然の中に来れた感じが、ね、いろんな場所に別荘持ってる感覚になりますね安いと思います。実際どれだけお得なのか。例えば4人家族で月に7泊利用したとすると、1人当たり2000円切っちゃいました。え、すごい。ちょっとかなりいいかもしれないですね。お得すぎる。これなぜこういった形のサブスクを始めようというふうに。まあ、コロナ禍であの立ち上がったサービスになるんですけれども、はい、自粛生活がある中で自然の中にやっぱり通いたい触れたいっていうようなニーズが高まってきた時に、はい、ホテルか別荘か移住みたいな選択肢があったと思うんですけど、うん、もっと軽やかに月額制でできるライフスタイルがあったらいいんじゃないかといったところで始めました。これ結構真剣に考えちゃいますね。ありがとうございます。